革新的なビジネスプランを競うコンテストが昨日金沢市で開かれました。スタートアップビジネスプランコンテストは、革新的なアイデアを持つベンチャー企業を発掘し育成することを目的に、県産業創出支援機構が毎年開いています。全国344件の応募から選び抜かれた8件のビジネスプランが発表され、審査員を務めた企業の社長6人が将来性やユニークさを評価しました。見事最優秀企業家賞に輝いたのは、乳酸菌サプリで超高齢化社会に充実した老後を実現というテーマで発表した多田野武さんでした。多田野さんは金沢大学でサプリメントの研究を進めていて、その成果であるサプリメントマルチペーストについて発表しました。このサプリメントには新しい種類の乳酸菌が多く含まれています。腸内や口の中に存在し、脳の機能低下につながる悪玉菌を減らすことが動物や人への実験で証明されています。高齢者が日常的に使用することで脳の機能を改善し、認知症を予防する効果が期待されています。薬っていうのは必ず副作用があると、だから常時飲むものではない、やはりこれからは未病だろうな、そこを起点に今度はいろいろなサプリメント の開発研究をやってきたんです。大きな病院でも使っていただくようになってきたんですね。ですからそういうところで徐々に口コミでまず日本の国内で広げていきたいなと。最優秀企業家賞に輝いた多田野さんには500万円の事業支援金が贈られます。